はい、こんにちは、カッパパです。今日はですね、前回実家の片付けをしたと、いう話をしたと思うんですが、その時にね、高校、大学ぐらいかな、使ってたですね、これスピーカーがありました。元カブパパ部屋にですね、転がってましたね。ホコリかぶってたんですけど、いろいろ掃除しましたらですね、まだホコリがついてるね。音響のですね、結構割といいスピーカーだったんです。一部ね、なんかこう剥がれてるところあるんですけど、作りは非常にしっかりとしたものなんで、なんとかこう活かしたいなと思いましてですね、ミニアンプ探してたら今ね、非常にいいのあるんだね。これがですね、Amazon でポチりましたですね。これ結構いい評価だったんですよ。エレジャイアントの、ミニステレオアンプで、これはですね、無線接続ですね、これにも対応してるということなんで、ちょっとね、これプラスヨドバシ行ってですね、これはもうバナナプラグですね。昔みたいにね、線ねじって挟むとかっていうよりも、このバナナプラグでですね、先っちょ装着しまして、ここにぶっ込むと。で、そのために買ってまいりました。あとこちらがですね、スピーカーケーブル、近所にハードオフがあるんですよね。で、そこ寄ってその他ケーブルという青いプラスチック箱を漁ってましたですね、こういうものが10個ぐらいありました。その中でもですね、程度が良さげなものを買ってきました。1個100円ですから、これで200円ということで、これ全部合わせてもですね、5000円以内ですね。こんな感じでですね、スピーカーに音を鳴らしていきたいと思うんですが、まず開封しましょう。こうですね。おお、すごいね。なんか別の製品が入ってる、これ。これは何ですか？いわゆる AV ケーブルで呼ばれてるやつですね。はい。で、これがですね、3.5 のミニジャックですね。んで、おお、でかっ。これが AC アダプターですね。12V の 5A で結構ね、立派なのがくっついてます。あとちょっとね、この端子と言いますかね。このケーブルのところが、かなりギュッとこう、折り曲げられて、梱包されてたんで、ちょっと外れそうな感じが、ちょっと怖いな。はい。で、最後、こんなものや、こんなものが入ってます。うわ、思ったより、すんごいちっちゃいですね。おお、こんな感じです。僕もサイズあんま見なかったんだけど、イメージ的にこのね、僕これ iPhone の7 Plus ですね。これぐらいの大きさあるかと思ったんですよ。で、実際はね、こんなもん。ちっちゃいね。昔のショートホープの箱ぐらいですね。こっち側から USB サウンズって書いてありますけど、これサウンズって書いてあるけど、違うね。USB の多分給電ポートだと思うんですね。あとこれがね、AUX。つまりこちらの端子を使います。で、一番こっちがですね、Bluetooth のオンオフのスイッチですね。で、反対側見てみますね。こちらになりますと、スピーカー端子がですね、左右にくっついてます。これはもちろんのことですね。こういう風にやりますと、ネジを緩めるとですね、隙間が現れますんで、このスピーカーケーブルの端をですね、ここに入れて締める。っていうことも、当然でき、従来こういう風にやってましたからね。これバナナプラグっていうのはですね、そういう風な煩雑なことをなくすために、ビルトインのために付けられてるやつで、多分この辺がね、バナナに似てるからバナナプラグって言うんだと思うんだけど、昔から言うんだよね。これはね、これね、ガチャってさせるんでね。これはおすすめいたします。僕もね、家のオーディオはもう全部これバナナプラグに変えてます。はい、じゃあですね、先ほど紹介したですね、バナナプラグ。これと線をですね、合体させていきます。これね、ちょっと逆ネジになってるんで、通常であればこういう風に緩めますけど、これは逆ですね。これね、興味ない方はスルーしてもらって構わないんですけど、あんまりこういう機会ないと思うんで。そうしますとね、こう見えますかね。ここにマイナスのネジが1箇所、反対側の2箇所、ちょっとオフセットされてくっついてるんですね。まずこのネジを外します。普通のマイナスのドライバーでも全然構わないです。僕は今手元にね、精密ドライバーがあったんで、これのマイナスでも全然構わないですよ。
そんな強く締まってるわけでもないんで、本当に細かい世界ですけど、こういうものがですね入ってます。で、反対側に1個完全に外さなくてもケーブルはね中に入るんですけど、僕の場合はめんどくさいんで外しちゃってます。はい。で、あとはね、これ難しいこと何もなくてですね、まあ、こういうふうに、まあ、普通分岐になってますよね。ここをですね、先っちょね、この先っちょを、まあ、グッと入れてですね、こんな伸ばさなくてもいいんだよね。だいたい出てるのは1センチも出てれば十分ね。芯が1センチも出てれば本当にこれ十分ですから、これぐらい、この辺まで来ますんでね。はい、入れてきます。外した時と逆で、まあ、このネジをですね、はい、締めてきます。たまにね、落としちゃってあれって探したこととか結構あるんで、これ当然なくすと大変な面倒なことになりますので、気をつけて作業をしてください。はい、これを刺してですね、あと反対側もですね、はい、ちょうどこんな風にね、くっつきました。スリーブはねこういう風にかぶせます。で、先ほどと逆の緩める要領もですね、逆ネジですから、はい、こちら完成しましたね。で、これをね、まあ、残り3本やっていきたいと思います。はい、片側だけですけど、まあ、4本、全部、バナナプラグの加工が終わりました。ということで、今度は本体ですね、まあ、本体ですねっても本体あとはもうくっつけるだけなんですけど、まあ、皆さんね、まあ、知ってると思いますけど、スピーカーの後ろですね、これ古いスピーカーなんで、まあ、こういう風にやってですね、端子を挟む、そんな構造になってます。スピーカー側にはですね、まあ、こちらを挟んでおきましょう。ね。で、こっちも同じ。はい。はい、こんな感じですね。まあ、つなぎ方は、まあ、スピーカーからですね。まあ、先ほどね、説明しました通り、まあ、左右がありますので、ここから先はね、もう何の工夫もいらないんですけど、まあ、刺すだけと。それと、もう一つのスピーカーをですね、まあ、ちょっとね、狭い机の上でやってるんで、マイクがですね、ちょうどこの撮ってる GH5 のところに、まあ、AT9942 というマイクがついてますんで、そのマイクにね、スピーカーを向けて、音を拾おうと思います。はい、これで基本的にですね、まあ、全部刺さりました。で、次にやるのは電源ですね。基本的にですね、AC アダプターから撮る場合は、まあ、このスピーカーケーブルを刺す端子の真ん中にですね、給電端子がありますので、ここに挿します。まあ、これだけじゃ当然ね、音は鳴りませんので、まあ、せっかく Bluetooth と、まあ、いうことなんで、ここで Bluetooth をですね、流したいと思います。Bluetooth の同期に入ります。一応 iPhone 側でですね、まあ、Bluetooth、まあ、いつでも入るように、まあ、準備をしておいてですね、まあ、この Bluetooth のスイッチをですねオンします。なんだこの音楽。おお。で、あ、もう同期されましたね。まあまあ、じゃあミュージックをね入れてみます。音量小、音量大、これも多分著作権フリーだな。これはどうだ。いいかもしれない。はいはい、いいですね。音はね、まあ、向こう側向いてるんでね、僕の方からはちょっとこもり気味に聞こえるんですけど、まあ、かなりいい音出てると思いますね。あと、これはカブパパのテーマですね。
なるほど。あのね、こういいですね。思ったのの3倍ぐらいは、なんかすごく満足をしてます。今日のところは、まあ合格ですね。このバナナプラグをですね、お使えるこのプラグも非常に気に入りました。あと、これね、細かい説明しなかったんですけど、これボリュームのつまみのですね、これクリック感はないんですよ。カチカチってクリック感はゼロなんですけど、ただ、なんていうかな、高級オーディオと同じようなですね、こうぬめーっとした、若干トルクが重いような感じのですね、この回し心地といいますか、まあこれが非常にいいですね。まあ一応こんな感じですね、使っていきたいと思います。